はい、えー。日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは第4週、反転授業の、えー、最初のビデオになります。はい。えー、ここでは、反転授業とは何かについて話します。えー、っと、山内、東京大学の山内先生の、えー、定義では、あの、えー、っと、この反転授業っていうのは、えー、っと、まあ、これは昔の授業です。昔は、えー、教室で知識を伝えてました。そして、家で、 その応用練習をしていましたね。だけど、この反転授業では、家で知識を伝える。そして教室で応用練習をするという。それが、あの、この、えー、順番が違いますね。教室、家。こちらは家、教室です。ですので、えー、反転授業と言われています。はい。えー、今までの歴史としては、ずいぶん昔からありましたけど、2006年に YouTube ができて、その結果、2007年に、えー、この、 リバースインストラクションというのがとても有名になりました。その後、2010年にフリップクラスルームという名前もできて、2012年にはとても有名なバズワードになりましたね。日本では2013年から公教育で採用されています。これ本当に効果があるのかということは、最初はよくわからなかったんですけど、この2018年の論文でもういろいろな研究論文を調べてみたら、 やっぱり反転事業には、えー、うあの、う肯定的な効果があるということが分かりました。はい。えー、この変化にはですね、とても大きな、えー、背景の、えー、時代の変化があります。えー、昔はですね、物が足りなかったんですね。教室もなく、インターネットも図書館もない。そういう時代には、えー、教室、あの、あ、すみません。教科書ですね。教科書がない。本もインターネットもない。そういう時代には、えー、教室は、 その知識を得るところとしてとても大切だったんです。はい。だけど今は、えー、もう物がたくさんある時代ですね。物がたくさんある時代なので、はい。えー、知識を伝えるだけだったらもう教室はいらないわけです。インターネットでも本でもいいので。そういう時代には教室ではもっと大切なことをするべきだというのが反転事業の考え方にあります。 はい。えー、これもっとですね、詳しく知りたい人は、えー、これがオリジナルです。えー、この、あの、バーグマンとサムズの本ですね、さっき紹介した。で、この翻訳は日本語でも読むことができます。どちらも、えー、アマゾンのキンドルで読むことができます。はい。えー、それでは、反転事業にどんなメリットがあるか、どうして反転事業,業はいいのか、それを説明します。えー、よく言われていることは、あの、 勉強が苦手な学生や生徒に役に立つということですね。一回聞いただけではわからないことでも、何回も聞いたり、あるいはポーズ、一時停止をして聞いたりすることができます。はい。それから逆に、頭がいい、勉強ができる生徒によってもいいです。なんでかっていうと、このスピードをですね、2倍とかにして早く見ることもできるからですね。はい。それから病気の子供も、 えー、病院からでも自分の家からでも参加することができます。特にコロナで、えー、オンライン授業の時にはこの反転授業はとても大切です。えー、それから、えー、勉強する人は本当にとてもいろいろな人がいます。えー、ダイバーシティですね。えー、で、そういう一人一人が違う、そういう学習者について先生とか学校が、あの、考えることができるようになります。えー、それから、あの、教室では、あの、 知識を伝える必要がないので、こういうふうに質問に答える時間ができるわけですね。はい。えー、そして、えー、最後に、親が安心するというのもとても、えー、大切なあのメリットの一つです。特にあの学習者が子供の場合はですね。はい。えー、それから、これにつ、この反転事業について、えー、勉強したい人は、この、えー、Facebook に反転事業の研究という、えー、グループがあります。 ここでは、あの、日本語教育だけではありませんが、日本語でいろんな先生が情報交換をしています。英語では、この、えー、はい、えフリップトラーニング・ティーチャーズというグループがあります。えー、ここに書いてありますけど、4000人のメンバーがいます。えー、とても大きなグループですね。はい。はい、えー、それでは、あの、また、あの、個人面談やりますので、その申し込みをお忘れないようにお願いします。はい、それでは、私のビデオはここまでです。 そして冒険は続きます。フィルム連携。